大本営海軍部発表、昭和16年12月10日午後4時5分、帝国海軍は海戦壁島より英国東洋艦隊、特にその主力艦2隻の動静を注視しありたるところ、昨9日午後、帝国海軍潜水艦は敵主力艦の出動を発見。事後、帝国海軍航空部隊と緊密なる協力のもとに捜索中、本10日午前11時半、マレー半島東岸パンタン沖において、再び我が潜水艦クレオを確認せるをもって、帝国海軍航空部隊は機を逸せず、これに対し勇猛果敢なる攻撃を加え、午後2時29分、戦艦レパルスは瞬間にして強沈し、同時に最新式戦艦プリンス・オブ・ウェールズは、たちまち左に大傾斜、暫時奔走せるも、間もなく午後2時50分、大爆発を起こし、ついに沈没せり。ここに海戦第3日にして、早くも英国東洋艦隊主力は全滅するに至れり。終わり。おめでとう。これでよかった。ハワイ、マレーの両戦果が相まって、初めて今回の大作戦の意義を全うした。